MocapForAll のインストール手順を説明します。公式ホームページからダウンロードページへのリンクをクリックします。ZIP ファイルをダウンロードします。ZIP ファイルを展開します。EXE ファイルを実行します。利用規約を読み、同意します。次に、マーカーを準備します。マニュアルのページを開きます。アルコクラスターを使った方法でのカメラ構成の部分に移動します。マーカー画像をダウンロードします。ZIP ファイルを展開します。アルコマーカーゼロピング1、2、同じサイズで印刷します。印刷したマーカーのサイズを測ります。測ったマーカーのサイズを入力します。単位はメートルです。アルコクラスターを選択します。続いて、少なくとも2台のカメラを PC に接続します。初めての方は、イリューンなどのアプリを使うことをお勧めします。解像度を設定します。HD 程度のサイズをお勧めします。必要に応じて、カメラ画像を反転、回転しておきます。次に、カメラの内部パラメータの構成を行います。内部パラメータの構成で使う画像を開きます。スタートをクリックし、マーカーを様々な角度から約10秒間撮影します。なお、カメラを固定して、印刷したマーカーを動かしても OK です。すべてのカメラに対し、この作業を実施します。次に、カメラの外部パラメータの構成を行います。印刷したマーカーを、すべてのカメラから見える位置に置きます。スキャンマーカーズをクリックし、すべてのマーカーが検出されたら停止し、そしてスタートをクリックします。完了すると、ビューポート上にカメラの位置が表示されます。すべてのカメラに対し、この作業を実施します。スタートキャプチャをクリックしてテストします。続いて、スケールを調整します。体の動きを見て、上半身と下半身のスケールを個別に調整していきます。今回は、上半身はトラッキングのスケールが少し大きすぎ、下半身はトラッキングのスケールが少し小さすぎるようです。青、ビューポートの視点は、W、A、S、D キー及びマウスドラッグで移動できます。まだ肩の位置が合っていないので、もう少し上半身のスケールを減らしてみます。良さそうですね。最後に、パフォーマンスの最適化のための調整を行います。ハードウェアに専用 GPU がある場合は、GPU ダイレクト ML を選択します。デフォルトでは、フレームレートは 60fps までに制限しています。GPU の使用量を減らしたい場合は、ビューポートの解像度を下げることができます。GPU の使用量をさらに減らしたい場合は、解像度の値を減らしたり、ビューポートのレンダリングをオフにすることもできます。以上で、基本的なセットアップは完了です。